こんにちは、秋元由加です、本日はゲストを呼んで、2人でお届けしたいと思います。では早速呼んでみます。お願いします。はじめまして、秋元由紀弘です。よろしくお願いいたします。お願いします。私は、教える方のティーチングのプロをやらせていただいておりますが、プロゴルファーを、競技の出る試合に出る方の、競技のプロゴルファーをやらせていただいています、ATP、ミニツアー14勝の、秋元幸宏、実は私のお兄ちゃんです。私の自慢の兄です。今試合ですごく頑張っています。では本日はそのプロから実技の方のレッスンを届けてもらいたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では皆さん、今室内でできる練習方法をご紹介したいと思います。なかなか外に行けない状況が続いておりますけれども、皆さんのゴルフの上達に少しでもお役に立てればと思っております。では始めていきます。まず、室内でできる練習方法で、アマチュアの皆さんと、私プロゴルファーの、プロゴルファーがショットに打つ前に、考えていることというのは実は全く違います。アマチュアの皆さんは練習通りのスイングをしよう、チェックのポイントを気をつけようなどなど、体の打つスイングのことを考えてしまうと思います。ですがプロゴルファーはですね、スイングのチェックよりもまず最初に必ず確認しなければいけないことがあります。それはボールのライです。ボールのライは、大きく分けてフェアウェイとラフがあります。まず、現場に行ってですね、次セカンドショットを打とうとした時にですね、まず最初にスイングのチェックよりも何よりもボールのライを確認しなければいけません。そのボールのライによってスイングのイメージを変えていきます。では、今日は大きく分けて3つご紹介します。まずフェアウェイで、ボールがいい状態にある時、これは皆さんプロもアマチュアの方も同じです。普段のライを確認してボールの状態がいいと思ったら普段の練習通りのスイングをイメージをする。これはまず大丈夫です。で、2つ目、ラフに入った時、これから夏のゴルフ場はですね、ラフが深くなってきます。まずラフも大きく分けて2つ、沈んでるライと浮いてるライがあります。ではまず沈んでるライの時の、スイングのイメージ作りをご紹介します。まず沈んでるライの時はですね、クラブヘッドが通常よりも鋭角に入らないとボールに当てることはできません。普段通り当ててしまうと、芝がですね、多くフェース面とボールの間に挟まってしまうのでダフったショットになってしまいます。なので、まず気をつけること、これは部屋で練習できますね。目標に対してまっすぐスクエアに構えるのではなく、目標のですね、左を向くようにします。こうすることによって体の中心に対してインサイドインで振ってもですね、ターゲットに対したらクラブヘッドが外から内側に行くようなイメージで振ることができます。こうすると通常のヘッドの位置よりも高い位置からヘッドが入るので、沈んでるラフでも、ボールにコンタクトしやすくなります。この時に気をつけてもらいたいのが、体の中心よりもボールの位置が若干左を向く分右足に見えることです。これで、ボールの左に飛ばないで目標の左を向かって振ってもボールが少し右に出るので、ターゲットに向かってボールは飛んできます。なのでここで無理に左足にする必要は全くございません。で、次に、浮いてるラフの場合ですね。浮いてるラフの場合は先ほどとは違って肩腰は目標に対してスクエアに構えます。ですけども右足を一歩引きます。そうすることによって
クラブがですねインサイドから入りやすくなるので、浮いてるラフでも、ボールのフェースの芯に当てやすくなります。これがもし浮いてるラフの状況でも足を左に向けて、左にアウトサイドインのイメージで左に振ってってしまった場合、浮いてる状態に対してクラブヘッドが鋭角に降りてきてしまうがためにフェースの芯の上に当たってしまいます。こうすると、思ったよりも距離がボールの距離が出なくなってしまうので、目標ターゲットのグリーンよりもだいぶショートしてしまうことになりますので、ここのラインの見極めが非常に大切です。これがですね、ラフでの、ラインの見極め方。フェアウェイではいつも同じ状況なので、ね、いつも通りのスイングでいいのですが、ラフに入った時の、イメージ作りを参考にしてお家で皆さん練習してみてください。この2つが、ゴルフで大きく、必要になってきます。では以上です。はい、皆様いかがでしたでしょうか。プロが考えていることをコースで打つ前に考えていることは、まずライを見極めるということを大事にして、考えています。で、打ち込まなくてはいけないラフの沈んでいるとき、上からクラブが鋭角に降りてこないと芯に当たりませんでした。続きまして、浮いているときと言いますのは、今度逆に払うように、上から入れるのではなくて、なるべくボールを横から払うようなイメージで振っていくと、芯に当てることができます。はい、皆様もぜひシチュエーションに応じて打ち分けるという練習を行ってみてください。どうもありがとうございました。